さあ行きましょう。ここら辺りはね、非常にあの海藻がたくさんあってね、本当に豊かなところなんですね。あそこに鳥がいるな。ほらほら、鳥が。あれ、サギだね。サギいるよね、サギが。きれいなとこだね。サギを取ろうかなと思ったんだけど、向こうに飛んでいったからね。本当美しいね、これね。本当綺麗だ。さあ、本当綺麗なところね。素晴らしい。いい感じですわ。あ、行ったか。うん、綺麗だね、これ。海岸、綺麗な、もう。たくさん海藻があってね、ほんと綺麗なところだね、これ。たくさん、こんなところで魚釣ったらよう釣れるよ。いやー、美しい。素晴らしいね、あそこで海岸に行くね。それ。あー、綺麗だ。そこを入れるんだよ。ちょっと置いてみるかな。やめた。やめた。こうして見るとね、ここ、こう上から見るだけでも、きれいきれい。なかなか、この磯辺が、磯辺がきれいだわ、これ。海藻がね、たくさんあってね。これか。大きな石。大きな岩。それか。
そうなんだね。これでいいね。あ、ちょっと待ってね。一枚取っておくからね。逃げる。ここが気になっちゃう。そんなに大きくないよね。これは。それほど大きいもんね。面白いよね。なんか大きいように思えたんだけど、こうしてみると大したことないよ。よいしょ。大した見えるもんね。シェル。きれいなとこだね、これ。階段がきれいだね、これ。うん。こんなところでサーフィンかなんかしてる人。サーフィンじゃないの？違うか。なんだよ。サーフィンだよね。サーフィンなんだ。こんなところでサーフィンをする人。これあれか。この上。ここが。まあ、もうこっちが見えないもんね、これ。上は見えないんだ、これ。下から上は見えない。高いよ。見えなかったんだ。どうしても、うん、そうそうそう、あ、そうね、川が流れてるからね、川がね、川があるし、向こうは行けないじゃない、ね、ここまで、あ、ここはちょっと取れた。はい。はい。はい。ことになってるんだね。50年の歳月によって
上に上がるんだね、肉屋駅にね。はい、砂浜来ました。いや、じゃ護岸だよ。護岸されとる。護岸がずっとされとる。大したもんだ、これ。全部してあるんだね。はぁ、なるほど。砂浜かなと思ったんだけどね、砂浜ないね、もう。残念でした。砂浜はもうございませんと。ちょっと行ってみよう。どこかな、ここが行ってるのね。先ちょっと行ってみるか。はあ、もう砂浜ないんだよ。もうすごいことしてあるけど。いやー、こんなになってるとは知らなかった。